どうしてもほらめっちゃ泣いてる超泣いてる。そんな名前つけられたら泣きたくもなるよね。ほいということで今回もやっていきたいと思います。どうしてもらえますか。ほいほい。お、生まれた。生まれたよ。生まれました。うんうん。男の子と女の子どっちだったら嬉しいですか。どっちでも嬉しいです。男の子でした。おー、しっかりした眉毛だな。イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。まあ、ここは自然に任せましょう。私の名前も考えたのですが、私のアユナーと夫のリオから取ってお、にしようと思います。お、お、スラッシュお。この大切に育てどんな名前だよ。守ってやってください。どんな名前なんだよ。リオとサキの間にオが生まれました。さあそれじゃ、お、見て、早速ハートマークあるんやけど。今日はね、久々に午後に移しよるけん、みんな起きてますね。まあ、こんな時間に寝よったらあれやけど。よしはるくん、入ります。よしはるくん、相手誰やった？ちょっとだけ、あやかちゃんか。なるほど。子供だね。私とあやかの間に子供がいたら、と想像したりします。いいと思います。いいね。ですよね。ってことは次回ぐらいにはもうここの夫婦の間に子供が生まれるわけですね。実用品一応役をもらいました。ありがとう。毎日楽しく暮らしたいです。楽しく暮らして。どうぞどうぞ。はい、きつねうどんでもどうぞ。いただきます。はいはい。なんすか？まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。お、あとちょいやね。レベルアップするの。あと一回ぐらい。今日は、え、これはなんだ？人間関係やったっけ？なんか喧嘩してるな。あれか、あのマークいっぱいあるってことはあれか、喧嘩しとる人がいっぱいおるってことか？ほら、やっぱり、え？ 2、3組ぐらいおるかな。キャンディーさん。相手は誰ですかね。ほら、さっきプンプンしよったのが多分、初雪さんかな。やけん、二組はこれで確実におるわけやね。仲直りしてくださいまし。とりあえず、こんにゃくで踊ってもらおうよ。こんにゃく、こんにゃく。はい、どうぞ。こんにゃくで踊るほどうまいってすごいよね。まあ、美味しいけど。はい、来たー。逆に踊るほど美味しいこんにゃくを食べてみたいんやけど。ごきげん。大好物だったようです。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。そっか、ゆうかさんはあれか、水中なんやね。さあ、仲直りできるだろうか。どや。ごめんなさい。許してあげて。こちらこそごめんなさい。あ、よかった。なんかすごい間があったけん無理かと思った。即答の時と、あ、間がある時と、差が激しいよね。いえいえ、よかったよ。これにこれもあげます。なんでしょう。実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。お、子供のね、お世話をしに、何歳か知らんけども。まあでも学生とかやったらよく聞くよね。なんかたまに親が家の片付けしに来てくれるみたいな。なんかだいぶストレスが溜まっていらっしゃる。ゆうとさん、入ります。わーわ。どうした？叫んで。
結城と喧嘩しました。ほうほう、腹が立ちます。おーってことは3組はあるってことか。え、さっきの違うよね、結城さんじゃないよね。仲直りしてください。じゃあこのイライラも沈めてください。ラーメンで宇宙へ今回はラーメンで宇宙へやね。ラー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 え、ラーラーラーメンどうぞ。いただきます。私今日お昼ご飯ラーメンやったラーメン美味しいよね、久々に食べると。感動しすぎて よくこんな表現思いつくよね超大好物だったようです。自分が落ち着きました。うんうん、仲直りしてこようと思います。いってらっしゃいまし。ここはまだ結婚してないんか。もうそろそろ結婚してもいいんじゃない？ユニポンちゃん慎重になっとんかな。前回のね、アスモのことがあるけん。え、アスモとは結婚しとったんやっけ？結婚まで行ってなかったんやっけ？こちらこそごめんなさい。お、仲直り。よかったよかった。うまくいきました。あ、もうめっちゃ満腹やね。仲直りできました。超満腹やね。お礼にこれをあげます。はいはい。え、もともとなんかお腹入っとったよね。入ってなかったっけ？実用品フライパンをもらいました。ありがとう。別の料理を作れって。別れた頃かの写真は全て捨ててしまいました。まあ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 。でもどうなんやろうね、そういうの。確かに、こう何、今の相手の昔の人とか、写真とかね、見たくはないけど、もうなんや、捨てる必要まではないんじゃないかなって思うんやけどな。なんか、人生の一部の思い出みたいな感じやん。目につく場所に置いとくのはいかんと思うよ。もう一切本当に微塵もこっちの目に触れんかったらいいんじゃないかと思うけどね。はい、ゆうさん。これで3組目か。わわわ。じゃあ全組ちゃんと仲直りできますように。初雪と喧嘩しました。これで終わりかな？腹が立ちます。うんうん。仲直りしてくださいまし。このイライラも沈めてください。お刺身か。お刺身で飛んでいく？いや、でも、ここは別パターンでブランコで風になろう。天井からぶら下げてみます。うんうん、もうめちゃくちゃ締め切られた部屋の中やけど、やっぱあれか。え、待って、めっちゃ下手やけどまあこんだけお金持ちやったらね、室内にこんな巨大なブランコを取り付けようと思うんかな。てか思うんやけどさ、あの椅子の花柄めちゃくちゃ浮いてない？絶対おかしいよね。あ、ごめん、めっちゃグニャンってなった。そこを、ね、シンプルに金ピカの方がいい気がする。まだ。まだマシな気がする。あ、今、風になった気分です。うんうん。まあ、結構お腹も、落ち着きました。満たされとるっぽい感じやしな。半分くらい。さあ、仲直りできるか。この間はごめんなさい。一体何があったんかは知らんけども。こちらこそごめんなさい。お、よかった。これで、全組解決じゃない？よかったよかった。まあ、これで全部やったらやけど。いや、でもきっと、全部やと思うよね、これで。3組。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれをあげます。なんでしょう。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。
オラが窓を開けると、すぐ虫が入ってきます。嫌だな。いやでもね、まだなんか今冬やけん、あれやけど、またね、夏になると、その辺虫が飛びよんかと思うと憂鬱になるよね。喧嘩ではなさげやね。え、でも、喧嘩ではなさげだな。オッケーオッケー。じゃあちょっととりあえず、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。今日は27,100円集まりました。ありがとう。おお、何誰？ちょっとすみません。泣き止まないってやつか。どうしてもほーら、めっちゃ泣いてる。超泣いてる。そんな名前つけられたら泣きたくもなるよね。はい、引き受けましょう。お、あゆなのそっくりさんだよ。そっくりさんだよ。あ、いい感じに収まってくれたのでは。あー、ダメか？いや、いけるいけるいける。お、大丈夫大丈夫、ご機嫌。ほら。あ、待って。待ってくれ。あ、ダメだな。これはもうなんか、呆れた親に取り上げられるパターンだな。ほら。もう全然泣き止まないもの。いや、こちらから諦めます、じゃあ。あ、そろそろ飯の時間ですね。じゃあ、お腹が空いてたんだよ、きっと。ダメでしたか。早くあげて。また頑張ってみます。うんうん。ありがとうございました。お礼にこれをあげます。お、お礼はくれるのね。実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。ミスを敷いて、ミニース見てこう。こんにちは。正午のミーニュースをお伝えします。お願いします。毎月8日が歯ブラシの日となりました。歯ブラシの日？記者会見をした歯ブラシの協会関係者は、これもきっかけに一人でも多くの人が歯ブラシに親しんでくれたらと話していました。ま、おそらく普通に生活してたらみんな歯ブラシに親しんどるとは思うけどね。小さい頃から。あんまり興味ないです。興味持て？はい、え、ま、興味はないかもしれんけど。ねえ。生活の一部やと思うし。ルーティンのうちの一つやけんね。特にそんな意識はしてないかもしれんけど。きっとみんな毎日歯を磨いているはず。遊びたい人めちゃくちゃいっぱいおるけん、とりあえず、誰か一人遊んで終わりにしよっか。ともちゃん。入ります。遊んでください。遊びましょう、遊びましょう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲しましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタートー。はっきょい。はっきょい。残った。残った、残った、残った。けい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 けどれか選んでください。一番大きいので。お宝、花束をもらいました。お、全部かわいいやん。いいね、いいね。ともか、シュウヤと一番気があるみたいです。ふんふん。まあ、友達と旦那は別やもんね。コルピックさん大満足、コモカちゃん満足、シュウヤさん限りがいのない人。え、でもなんか家族以上に大事な感じがするな、これを見たら。それはそれでどうだ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さーてことで、なんか今回とりあえずマークがめちゃくちゃ多かったよね。ま、喧嘩もすごい多かったんやけど、遊びたい人もめちゃくちゃ多かった。なんだ？しばらくあれかな、撮影する時間が違って、会えんかった喧嘩？みんな寝よったしね。なんか溜まっとった。